皆さんこんにちは、拙者何やつです。いつもありがとうございます。今回のカスタムも何かの参考になれば幸いです。では最後までよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはカルディが販売するリガカバー製のハスラー専用ボディカバーです。リガカバー製のボディカバーはハスラー専用設計となっていますが、一般的な軽自動車のサイズなのでハスラー以外の車両も参考にしていただければと思います。ちなみに私の車両は足回りで2インチアップとルーフラッグが取り付けてあり、ノーマル車体よりも高さ方向でプラス250ミリも大きくなっているので、正直なところ高さ方向では寸足らずになってしまいました。ノーマル車体ではこのような問題はありませんのでご安心ください。このため一部映像では寸法が足りていませんがご了承ください。Amazon サイトの情報では、適合車種は、ハスラー以外にも、スズキワゴン R、ダイハツタフト、ムーブキャンバス、日産サクラ、レーズ、といった車種にも対応しているようです。材質は、裏面が起毛加工されているそうですが、特に毛先が長いものではありません。また、外観はアルミ色で、この部分は撥水性、防水性、通気性に優れた素材を採用しているそうです。210T ポリ塩化ビニールは四季を通じて駐車時の雨、鳥の糞、霧、埃、大気中のガスなどからボディを守ってくれます。カバーの重量は3キロ程度と気になるような重さではありませんでした。また手にした感触はカサカサ音がしますが、硬さが気になるようなことはありません。暴風対策用に四隅にはロープがあるので、ホイールなどに結びつけることで風によるバタつきを防ぐことができます。車体中央部分にはワンタッチ式バックルがついたロープがあるので、風の強い日にもカバーが飛ばされてしまうことはなさそうです。この中央のロープですが、バックルの金具が重りとなってなんとか反対側へ投げることができますが、この時もなんとか手を伸ばし手繰り寄せましたが、もっと良い方法があればぜひコメントいただきたいと思います。この画像では下部までカバーが届いていませんが、商品には全く問題ありません。この映像の車両にはフールラックがついているために、映像のように若干寸足らずになってしまっていますが、ノーマル車体では問題ありません。車両側面、運転席側にはファスナーがあり開くことができます。商品ページには取り付けが簡単になるとありますが、このあたりは私の勉強不足なところでもありますが、どうやって使うのでしょうか。残念ながら使い方は分かりませんでした。全体像はこのようになり、完全に車体を包み込むことができます。車体の前後とミラー部分には反射板があり、夜間の駐車時の視界性を向上させ、衝突防止にも役立ちそうです。商品全体の縫い目は二重縫製がしてあり、丈夫でかなり耐久性がありそうです。残念ながら夜間の反射テストはできませんでしたが、昼間の明るさの中でもハンドライトの弱い照射程度でも反射板は十分に反射してくれていました。付属品には長い防風ストラップが2本付属していました。車体前後にかけることで強風時でもカバーが飛ばされるのを防ぐことができます。ボディカバーには防水コーティングがされているので、雨の日にも車体を守ってくれます。ボディカバーの内側には裏起毛の加工が施されています。
この加工があることで風の中でも塗装を傷めにくくなっています。カバー株の四隅には伸縮性のある加工がされているので風などで簡単にはめくり上がらないような設計がされています。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。ハスラーカスタムが参考になったよという方はぜひいいねをお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。